ご用キャベツです。重さでお金が決まるんで、これだいたい多分箱に入れたら6個ぐらいの玉かな、うん、1.56キロか、まあ入るかな、分からん、もっとあるんちゃう、2キロぐらいないかな、1キロぐらいあるか、重たいやつ、重さフ揺れるで分からん、でも 2.8、 まあ絶対これやね、いただきます。あ、何キロ、 3.1 わ、大きい、わ、大きい、なんか塔の横に、これだと381の60キロ引いて321なんですけど、そこから 0.95 かけて304なんですよ。これ小数点ちょっと切り捨てになっちゃうんですけど、めっちゃもったいない、もったいないもったいない、こういうの一番もったいない、9号ほぼあるんですよ、すげえ、食べるやつ、あ、これもな、これもやつでもコーン入ってる、やっぱり原料がいいから、原料がいいからカットしても美味しいなるほどね、うん、これ使います。まあ、キャベツは三重県産、ね、私たちが作ってるやつかな。人参もそうやってでもピッと切るのもうここに入れる、あ、いいね、マカロニ入れる、そしてこいつマヨネーズ、これめっちゃ便利やで、やっぱあのマカロニサラダ茹でるだけでさ、やっぱ全然ちゃう、甘いのが寒くなるとガゼ甘くなる、うん、こういうのはやっぱり煮込むっていうか、火に通したら絶対美味しい。あ、昆布で出しとって。まあ、これ好き嫌いな人おらへんし。もも肉と胸肉のミンチ入れて、生姜すりおろしたやつと、まあ、卵、うん、山芋、うん、で、まあ、つなぎにパン粉入れると。なんか小麦粉とかああいうのすると、なんて言ったら硬くなってしまうけど、パン粉なんか結構ふわふわするで。いいと思う。で、これでちょっと出しております。わあ、美味しそうやな。いい出汁が出ました。なんかちょっとしょっぱいけど、キャベツが多分なんとかしてくれるはずや。おー、そのまま。そのまま入れる。芯ごと。うわあ。すごい。
ドリー。うん、はい、これ戻し、うん、まだ傘が増えてきて、すごい甘かったな。できました。これがレギュキャベツと鶏のスープ煮。これはもう我が家の特製のカリフラワーブロッコリーのサラダ、マカロニサラダ、明太子こんにゃくかな、明太子ツルツルな。我が家では明太子ツルツルといって大人気の、うちの娘の大好きなじゃん、チャーハンでーす。いただきまーす。柔らかそう。本当よ。いい。全然砂糖とか入れてへんけどな、しっかり甘いもんな。濃すぎでも薄すぎでもいい味。ありがとうございます。じゃあ、野菜たっぷり。そうやな。やっぱり、うん、すごいこれ。めっちゃ入れるやん。うん。いい。おいしい。だいぶ柔らかく、柔らかい、昆布の芋入ってますが透明感が増しました。絶対熱い、うん、一口では痛かんかったやつやな。うん。